ャンク。昨日ゴルフ行ってさ。うん。ああ、そうなの。まあでも暑いな。暑いよ。もうそんな熱中症とかもすごいらしいしさ。やっぱなかなかね、もうこの時期はね。やっぱ行きたくないの、俺は夏は。まあでもね、やっぱ行ったら行ったら楽しいよ。あ、そう。うん。行ったら行ったら結局暑いんだけど楽しいんだよね。空いてんの夏も。まあ、ちょっと空いてるかな。はい、こんばんは、おぎやはぎのやぎです。どうも、こんばんは、おぎやはぎのおぎです。いやー、しかしおぎは今日も調子良さそうだね。あ、そう、うん、やっぱあれだよね、ラジオ楽しいね。あ、そう、あ、楽しい、うん、ラジオ楽しい、うんうん、あ、ラジオ楽しいんだ。やっぱ楽しい、ラジオはいいよ。幸せだから。あ、そう、ラジオがラジオはいいね、ラジオはいい、うん、いや、ラジオ楽しいんでしょ。ラジオ楽しいよ。でもテレビも結構楽しんでるよ。誰、俺、うん、いやいや、ラジオでしょ、やっぱラジオ楽しむ。だってラジオがほら、おぎ一番楽しいって言うけど、うん、テレビも結構ほらね、楽しんでるとこ見てんねん。まあそうかもしんないけども、うん、でもやっぱラジオのやっぱ俺の方がやっぱ楽しんでるでしょ。だってああ、まあ一番かどうかっつったら、まあテレビも楽しんでるよね。いや、だからラジオだって言ったじゃん。だからよく考えてみて、ラジオの俺ってやっぱすごい楽しんでる感じするでしょ。わかるわかる、ラジオの時楽しんでるけど、ただテレビも結構楽しんでる。まあテレビも楽しんでさ、楽しんでるだけは、やっぱラジオのがすごいでしょ。でラジオ楽しい、もちろん楽しいんでしてるけど、ただテレビも絶対おぎは、絶対にテレビもおぎは楽しい。ラジオだってだしつこいんだよお前は。カッタ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 、うるせえな本当。怖えよ。まあ、おぎが怖いということで、この辺で一曲いきましょう。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。まあ、ということでね、はい、まあ、昨日オンエアされた、ゴッドタウンのラジオ企画と同じ感じで始めてる。ラジオでどうやって始めてんのって言って、はい、ね、このちょっと1時の前にこんな適当な話をしてて、はいはい、まあちょっと始まったら急にどうもこんばんは、って言って、やりましたね。まあ実際はね、はい、ここで1曲ってこんな早く曲かかることはないんですけどね。ね、うん、まあ同じ感じでやりましたけどね。はい、昨日のこととは見た人は分かると思いますけど、はい、見てない人は何なのか分からない。うん、そうですね、うん、ラジオ企画やったんですよね。そうそう、面白かったね、あれね、うん、面白かったあれ、うん、ラジオ企画っていうこの、まあテレビの企画的にはすごく地味な企画なわけじゃない。 それもディレクターの佐久間さんがラジオが好きだってことで、はい、そのラジオっぽいのやりたいっていうのにやったのに、うん、今までより数字がいいってどういうことなんだろうね。ゴッドタウン、分かんないよね。いろいろだって、あのマジ歌とかキスガマンとか、はいはい、いろんなね、はい、まあ、ストイックアンキューだって結構今や、まあまあまあ、ものすごいこう大掛かりな、まあ、ゴッドタウンではもう本当、ね、まあ一ね、ね、いいやつですよね、企画になってきてるのに、はい、あのラジオ企画の数字が良かったっていうこれラジオの時代が来てんのか ね、 やっぱラジオじゃない、楽しいんじゃないの、ラジオ。いやー、ラジオの時代って来るのかね、来そうだね。いやでも今がそうでしょ。だってだ、あのラジコ、ラジコとかさ、録音機能もついてるでしょ今は。なんか、だから多分今来てんだよ。いやだって実際ゴッドタウンがそのラジオ企画で今までよりかも、今までの平均よりいいんですよ。不思議だよね。いいね。いいね。そうだね。テレビでもいいんだね。テレビでそのラジオのことやってもね。そうだね。でもあれによってこのラジオを聞いてくれる人が、まあ、ゴッドタウンの、あ、でもなんかゴッドタウン見てる人ってラジオも聞いてそうな匂いはね、しますよね、なんかね。ああ、メール来てる。ラジオネーム、もう少し。ゴッドタウンのラジオ企画楽しかったです。ただ短すぎました。うん、未公開エピソードあったらよろしくお願いします。ああ、短すぎる。やっぱ見てるは見てんですよね。それね、ラジオネームダッキー、小木さん、小木さん、こんばんは。ゴッドタウン見ました、はい。ジングルが流れてるのにもかかわらず話している、うん、話しているスペースさに驚きました。スペース、どういうこと。うん、わかんない。ペースってこと。ペースか、いける、マイペース、マイペース、うん、うん。ちなみに放送後も結構スタジオに残って話してるんですか。ああ、放送後、なるほどね。これ、ラジオの方の、ラジオの放送後3時、まあ3時で終わって、ね、そうね、まあ話してたりするか。
まあ4時から長い時5時ぐらいまで行った時もあるよね。行ったこともあるね。あるよね。2時間ぐらい話した時あるよね。そうね。何なんだ。何なんだろうね。ね。なんで5時まで話してんだ。みんなでさ。何ですかね。何でしょう。これみんなそうなんですか。ラジオやってる人。これよくわかんないんだよな。結構話してる。1時間ぐらいは。あ、みんな話すんだ。いやほらテレビの収録ってさ、終わったらもうすぐ帰るじゃん。帰る、もうちゃっちゃと帰るよね、もう楽屋からポッて。ああ、なんでだろうね。ラジオだけはみんながそんな残って、だからスタジオだからなのかな。スタジオで終わったらヒゲちゃんとか池田さんとか入ってきてさ、みんな、それでスタジオに入ってくるじゃん。だからここが楽屋みたいになるんじゃないの、うん、ああそういうことか。みんながテレビだとこう楽屋にそのスタッフの人が入ってきてなんか喋るとかってあんまりないことでしょ、うん、でもまあでもスタジオにはスタッフがいつもいるわけじゃん、うん、でもスタジオからはすぐいなくなっちゃうじゃん、終わったら。まあ俺らはいなくなっちゃうか。迷惑だから。だからラジオの場合迷惑だと思ってないんだね。うん、でもよくなんか喋ってるとさ、うん、次のなんか収録があるからあの開けてくださいみたいに言われるよね、スタジオね。ああ、まあね、でもね、うん、そこまでいるってことだもんね。そうね、次の日が早いとかだと結構早く帰るけど、うん、あテンション上がっちゃってるってことあるのかな。なんかそういうのあるのかな。どうだろうね、うん、結構今日なんか俺、あ、もう今日は俺早く帰るよ。あ、そうなの。今日はもう早く帰る。今日はね、もう忙しいんだ。忙しいって。いや俺も忙しぶりたくないよ。俺だってわかるよ、うん、忙しぶりたくないけど俺忙しいよ。まあまあ忙しいは忙しいけど、だって今日なんで、だって昼からさ、皆さんのおかげでした、うん、収録よ。まずロケ行ってきたんだ。ロケ行って帰ってきてからスタジオ、うん、そうだよ。今日俺北梨内行ってる。ああ、行ってんだ。うん、じゃあすげえ結構遠いとことか、うん、遠くないんだけど、うん、まあ、昼からこう来てるでしょ。やってで、そっから皆さんの収録、やって、まあ、一緒にやったよね、スタジオね。であれが9時までだよ。そうですね、うん、それでまあここにほぼつながってるじゃない、うん、11時とか、まあ、12時ぐらいにこう来て、はいはい、それでこれラジオやって3時に終わって、うん、で5時に、向かいが来て7時、うん、うん、7時に茨城入りだから。それでドラマ、はあ、7時からつらい、ぐるーっと回って深夜の1時半までだからね。これうわー大変だねこれ。俺これ忙しいって言っていいでしょ。言っていいの。まあいいんじゃない。いや多分世の中の芸能人はね、あのね、結構ほら忙しい人多いから。まあね、吉本のね、そうそうそう、俺らぐらいの芸人さんみんなすごいじゃん、ね、すごい忙しいから。いやそんなことを言ったってこっちは毎日それやってますよとか言われるけど、うん、俺たまにだから言いたいんだよ。分かる、忙しいのは忙しいんだよ俺は。言いたいんだよ、ね、あの疲れてんだとか、あのね、はいはいはい、はい、うん、分かる。そう、うん、でもね、なんかすごいこう俺前向きなんだよね。あのそれはそれで楽しいんだよね、忙しいのはね。そうなの、たまにしかないから。そうそれ乗り切った時だってすごい充実感があるし、終わった時楽しそうじゃん。楽しいね、うん、分かるわ。いいでしょ、いつもやって嫌だけどね。これがだから、じゃあなんで耐えられるかって言ったら、それ終わったら休みだからなんだよ。ただ本当に忙しい人たちはそれが、その休みがあれだよ、1ヶ月後の何曜日とかね、2ヶ月とかあるよね、3ヶ月とかもね。だから俺時々だから楽しいんだ。俺ら休みがあんだもんな。そうだね、ちゃんとやった後はだから大丈夫だよ、うんうん。まあ、俺も朝だって今日10時から働いてますからね、俺は俺で。あ、そうそうですよ、ちゃんとやってますよ。ああ、頑張ってんじゃん。やってますよ。で明日も俺、うん、結構早い時間から運んでいかなきゃいけないし。俺は俺で、俺は箱根ぐらい、俺は俺で運んでいかなきゃいけないんだよ。あ、何明日、なんだっけな、バラエティーよ、なんかの、なんかのバラエティーで箱根行くんだ。そうだ、そうですよ。それ長いね、じゃあ結構長いと思う、箱根にね、うん、いいね、そうそうそう、うん、じゃあ途中で電話して俺に。茨城人でしょ、うん、俺今忙しいよなんつって。そうね、あとだって俺今日さって10時にさ、まあ俺忙しいってわけじゃないけども、う、うん、すごいんだからね、俺の疲れも疲労も言ったら、うん、俺最近走ってんだからね、俺プライベートで、え、走ってんの、ダイエット、まあ、ダイエットもあるし、うん、まあ、ダイエットがほぼ
ほとんどかな、やっぱ。今日10時で、まあ昼過ぎまで働いて、そこからもう、今日すごい暑かったでしょ、だからもうちょっと走ろうかと思ってさ、汗がすごい出るじゃん。まあ今走ったらすごいよ。で大体昨日も走ったんだけど、大体40分走ること決めてるのね。40分、うん、何なの40分って。普通30分か1時間なんかキリがいいじゃん。いや、なんかあのタクにね、鈴木タク聞くと20分で、あ、なんか全てが、いや、あれでしょ、なんとか有酸素運動で、うん、20分で何かをなんかなってて全然把握してないよ。でそれで何かなくなんだって、体内にあるなんか保管してたものがね、20分でね、20分で何かがなくなるんだって、うん、で20分以上やるとその脂肪から吸収しなきゃいけなくなるんだって、その体の何かが、体の何かがこの脂肪を取り出すのね。そう、もう20分間は何かを取って、それがなくなったら、20分はなくなるでしょ。そこから脂肪を取り出すから、せめて倍ぐらいはやろうかなと思って、それで40分だ。そうなのよ。はい。やってんですよ、俺ここのとこずっと走ってんの。ダイエット。そう、ダイエットもあるし、フットサルとか最近始めたりとかして、あとたまになんか最近フットサルでも呼ばれたりするでしょ、なんか俺、番組で。でも下手なの、もう動けないの全く自分が、悔しいやつでしょ、悔しくて昔できたことができないから。そうそうそう、だからもうそういう時にもうすげえプレーを見せたいなと思って、呼ばれた時とか、できないふりしてね。ああなるほどね。だからちょっと密かに走ったりしてやろうと思ってんだよね。やってんだ。そう、まず体力がなきゃダメだから。でもダイエットだったら簡単な方法あるよ。何？いやだから目標決めて痩せなかったら、あのセリーグでセリーグで帽子をかぶり続けなきゃいけないやつやればあれだったら簡単に。目標体重何キロ？今何キロあるの？今ね、74ぐらいと思うな。74、うん、で目標は？目標、うん、73。汚ねえよ、汚ねえよ。もう今この流れで絶対それ言わされると思ってさ73だよ。なんで目標73なんだよ。これだってベストは大体おぎやね65ぐらい。いやいやいや、それやめて、それは言い過ぎよ。いや60か。60だけでいいじゃん。60なんて俺、いや、おぎや高校生の時何キロ？高校の体重に戻せるわけないじゃん。いや、まあ、ちなみに何キロだったの？いや、それとからそれ参考に行くから。いやだって俺高校の時は超部活の毎日だよ、毎日もう朝練で10キロ走ってるようなレベルよ、うん、その時に62とか3ですよ。ああ言ったら それの時の過酷な練習で62、3だもん。ああでしょ。62、3の時のあの何だっけ、沖の伝説、あの合宿、合宿、合宿で1日何キロやってたの？で、まあ、その時62だったのね、で朝、合宿で朝練の時に、朝6時の時に朝練行く前に体重測って62、で夕方の5時ぐらいに帰ってきて、測んなきゃいけないよね、まあ、体重を、時に55ってことは7キロ。嘘つけ。いやこれ本当7キロなの？これ嘘だと思うんだよ。俺1日で7キロも痩せるって考えられないんだよ。そんな嘘つかないって。本当7キロ痩せれるんだって。過酷だと夏の合宿だしね。夏でね、3、4キロまではね、なんか分かんの、聞いたことあるの。まあ、3、4キロは結構簡単にいけるよ。だって審判がね、ワールドカップの審判が3キロとかしてたよ、確か1試合終わると。3キロから4キロ以内です。審判でよ。だったら俺なんて完全に7キロいくでしょ。62の人が55になるんだ。もともと62が俺は普通だったから、その時は。え、62の人が55になるじゃない、ねえ、次の日は何キロになってんの？結構すぐ戻っちゃう、飲み物飲んだら。何キロになるの？多分その次覚えてないけど60前後だった気がするな。5リッター飲むの？5リッター飲んでも5キロ増えないよね。だってでも本当やばい合宿だったのよ。だから、なぜ体重測るかっていうと、本当に脱水症状とか、倒れる人がすごい多いから、そういうシステムができたんだもん。あまりにもやばいから。これ以上痩せたらやばいよっていう。そう、だから急激に痩せた場合は、次の日は練習休むの。7キロは急激に入るの、やっぱり。入る。もう一番俺がその記録だもん、その7キロが。あ、そう。そう。じゃあまあだから62と考えて。62は無理だよ。いや、今だったら、だから68ぐらいか。まあまあ68ね。ああで今74、74、6キロ、あと6キロ、はい、一番太った時は、もうそれは3月の時に81叩き出してたよ、
81まで行ってたんだ。行ってた81。あれでも今76ぐらいになってんだ。74。いや4になってんの。そうよ。あじゃあもう7キロ痩せてんの。7キロ痩せてんのよ。それがここ2週間以内だからね。7キロ痩せてんのは多分。あじゃあ68にしとく。全然今の考慮されてないじゃん今の。違う違う最初68っつって今、うん、この今81から7キロ痩せたっていうのを聞いてもまだ68なの、うん、だから81からだと一番やばいのは多分ね13キロ痩せなきゃいけないと思うのよ、うんね、81から13いくとほらちょうど68なのおかしい何その13っていう数字は。でもこれが一番高額で結局ヒゲちゃんも大倉も痩せたんだから。でもやっぱそういうので急激に痩せてから、うん、やっぱこうリバウンドがすげえじゃん。リバウンドした。めちゃくちゃ太ってね今。めちゃくちゃ太ってないじゃん。そう？ちょっとだけリバウンドしてんの。本当？うん、いやでもいやそういうのやっちゃうとリバウンド怖いんだよな。あそう。怖い。結構しないもんだよ頑張れば。ただね今があれなの。ここ3日ぐらいなんだけどすげえ走ってるんだよ。うん、で食事制限もしてんだけど、うん、体重は変わんないのねこの3日間が。俺例のさ、うん、ある程度まで行ってから。うん途中でなんか全然変わらないやつあるじゃん。知ってる知ってる。よく聞くやつ。ダイエットの人ね。そう。5、6キロはパッと落ちんだよね。そっからが落ちないっていうね。それでみんななんか逃げ出しちゃうっていうか。そう。もう意味わかんないっつって。こんなにやってやっとなんか 2,3 キロいったと思ったら一回食べただけなのにもうすぐに 2,3 キロ戻ったっていう。戻るのよ。あの例の現象でしょ。だそれが今それでもすげえ今やらのよ。だちょっと今もう限界来てるのかなって思っちゃってるんじゃん。でこっからの人頑張りっていうのは、うん、そういう何か。自分に対しての罰がないと頑張れんのかなそれって、うん、俺無理だと思うよ。いけるよ68って俺ね、うん、俺覚えてんのが、うん、23ぐらいの時に、うん、ね、うん、71だったの、うん、23よ、うん、それで71でそれより痩せてるってすごくない痩せるって。だって68って別に小木の身長からしてみたら普通でしょ。まあ普通っちゃ普通よ。そうでしょ。まあその23の時の71は最も太ってたけどね。23の時の。そうでしょ、うん、68でも俺、うん、あんまないんだよな60代、うん、やるの本当に。やるよ。やるのこれやる。だからあとな何キロ74からだからあと6キロ。6キロはこっからの6キロはすごいよ。で今は7月だからまあどれぐらい1ヶ月後ぐらいね。いや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 ちょっとそれおかしいって1ヶ月は。いやでも夏だからチャンスだよ。じゃあ夏イベントが多いんだっていろんなとこ出かけなきゃいけないし。夏は普通のお正月とかのがやばいね。冬は絞って。まあわかるわかるよ。夏って一番痩せるよ。ええーうん、でもなんか俺バーベキューとかあるじゃん、うん、夏って必ずバーベキュー行ったりとか。お前がバーベキュー行った話って聞いたことないよ。いやでもまああるのよ。こだって土曜日だと俺どっか行こうとしてんだから。まだ決まってないけどどっかによ。食べなきゃいいんだあんまり。なんか集まるとすごい食べちゃうの。だからワールドカップの時に俺すごい太っちゃったの。一回痩せたものが。それでまた今、ワールドカップ終わって、うん、またすごい。いやでもこういうの一気にやった方がいいから、やろう。8月いっぱい。8月いっぱいで1ヶ月ちょっとだよ。9月までにあと6キロ。いけるでしょ6キロ。そんな簡単 ?6 キロ簡単じゃない。だってね、10キロぐらい痩せたじゃん。10キロ痩せたんだっけ。だよね、10キロ近く痩せたよ。9月いっぱいする？え？ 9 月いっぱいで。9月いっぱいするって言われても、そんなに、だこういうのって決めたら、あんま長くやってると結局8月何もしなくなって、で9月頑張ることになるだけなの。受験勉強と一緒。68キロ台でいい？いいよ。68.9。いいよ。いいの？うん。で、これ条件があるんだけど、うん。68.9 を一回どっかで一回見せればもういい？例えばもう来週にもう俺、うん、超絞ってきて、うん、68.9 ここで見せて、うん、そしたらもうクリアで。うん。で、あとは俺もう戻っていい。戻していい。だから戻していいっていうか、小木のために行ってんの。そこで68行ったから戻すじゃ意味がないの。ずーっとそれはキープしてくんないと、基本は。だからいいんじゃない？月末、来月末に、の方がいいんじゃない？ 68 キロ。8キロ台。その来月末の、このラジオの時に、うん、やんなきゃダメってこと。その時に 68.9 じゃないとダメってことね。あれ待って、だから、このラジオが、
8月は何ど、何日がなんの？ちょっと、それもなんか。その日に合わせればいいんだよ、待つっていうか。このラジオの日に。ていうか、俺が本当に、切った時になんか俺測ってほしいんだよな、うん。8月の末の放送はいつです ?826。うわ、それ痛いよ。しかもスペシャルウィークだって。いいじゃん。いや、826はおかしいよ、やっぱ。辛いよ。5日もだってあれでしょ、うん、?8 月31日で考えてたのに、今。うん、826はきつくない？いけるよ。5日はすごいと思うよ。それが言うよね。だから68キロ台でいいっていうこの言うよね。本当は68キロ切ってほしかったのよ。フラットで行きたかったね。68キロフラットで。いやー、でも5日厳しいなー。だって、68、9でいいって考えたのだよ、うん。0.1 でも切ってないんだから。だから69って考えたら、たぶんあと5キロですよ。まあね、うん。あと1ヶ月ある、ちょうど。ちょうどっていうか。まあ、ちょうどっていうか。ちょうどじゃない。まあ1ヶ月ちょっと。まあ、でもなんか海外とか行くロケとかあんだよな、俺。海外行くとすげえ食べちゃうんだよな。そういうのは大丈夫だよ。え？大丈夫？うん。いやー、俺、そうしよう。ね。9月の、でも826でしょ。次は次の目標何日 ?9 月のどうです ?9 月の。2日。2日ってのもいいよね。でもどうせ、あれ、今気づいたけど、どうせスペシャルウィークなんだったらね、そこに合わせた方がいいんじゃない？だってスペシャルウィークはゲストさえ呼ぶんでしょ、うん。俺の体重なんて関係ないでしょって、ゲストからすれば。ゲストからすれば、小木の体重関係ない。関係ないでしょ、やっぱそんな。でもリスナーとかはほら、スペシャルウィークにこう、ね、ああ、どうなったのかなって気になるわけじゃない。いやだからさらっとね、そんなのゲストの呼ぶ前にさらっと、まあ、そんなのさらっとよ。すげえ辛いわ。そんなわざわざ大々的にさーなんて煽りはない。まあまあまあ、そう、煽られても困るけど、それは、ね、そらそれで困るけど、さらっとっつうのもやらない。そんな主役にやろうと思ってたの、そこ。いや、それはないよ。高がダイエットで。ね、いや、高がダイエットだけど。俺のものすごい煽ってやってほしかったわけ。いやいや、煽ってほしかないよ、もちろん。ただ、さらっとっつうのもちょっと。うんうん、なんか嫌だな、その、なんか、だって頑張ってんのにさ、うん、さらっとじゃなくて、もうちょっとなんかちょうだいよ。何が？ 10 分ちょうだいよ。その、まあ、ダイエット企画10分。じゃあ10分ぐらいだからいいよ、じゃあ使うけど、うん、まあそれでいいんじゃない？ 10 分煽ってくれればいい。うん。あと何にするかだよね、罰をね。罰？うん。罰なんだろう。うん。今日の罰を募集してもいいよ。あの、あ、罰募集？ああ、おぎのね。ついのやだな、あ、あるよ。ピアス。あるよね。ピアス。両耳ピアス。キャラ変わっちゃうよ、多分ね。俺、両耳ピアス。両耳って、あれだよね。ゲイとかだもんね。両耳、ね。いや、そんなことない。違ったっけ、うん、みんな、おしゃれな人は知ってるよ。両耳でいいんだっけ、うん。うん、まあ、だそれは別にしないよ、そんなの。まあ、もちろんしないけど。うん、もう、今までのやつは、野球なのね。今までの大倉の、あれだね。大リーグ。違う。大倉大リーグじゃないよ。大倉大リーグだったよ。大リーグよ。あ、大リーグで。ヒゲちゃんが日本の。日本。日本。日本の球団の野球の帽子。それか、前、いつもあれでしょ、白いとんがった靴履くかでしょ。あきつい。いや、いつも白いとんがった靴履くの。はい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 、まあ、それはでもそれでもおかしいじゃん、こっちは。ほら、もうなんか、ほら、ちゃんとテレビ出るわけだから、そんな靴履いてられないしさ。いや、だテレビ出るときはだって別に。あ、そうかそうか。普段だよ、ね。普段だから。普段か、うん。そっかそっか。いや、今日ちょっとそれ、まあまあ、それもね。小木のダイエット企画で小木が行けなかった時に、何をするかっていうのを今日メールテーマにしますので、うん、そちら送ってください。ファックス番号、東京 03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp です。TBS ラジオジャンク、この番組はビッグコミックスピリッツミニストップの提供でお送りします。 TBS ラジオ
曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。やっぱね、はい、早いよ、リスナーは。罰ゲームもう来てる、いっぱい。なんだよ、それ。早いね。とりあえず今ちょっと来たやつ読むよ。はい、ラジオネーム、首位打者伊藤。小木さん、八木さん、工務店先輩、こんばんはと。こんばんは。小木さんの罰ゲームは、うん、カーボーイが被ってるようなハットを被ってテレビ局に入ってください。うん、ああ、なぎら健一さんか萩原流れさんしか。でしょ。その次のキャラクターだよね。うん。嫌だね。それは断る。ダメだ。断る。断るっていうか、やっぱ一番嫌なのにしたいんだよね、俺。あ、例えばあとさ、あれ期限とかどうなの？その罰ゲーム期限は。1年間で。1日？いや、それはあれによる。前だったらその帽子だったから、向こう1年間は、それやんなきゃいけないとか。ものによるってことね。それはもう、ものによるよね。いや、その、あれだったら1日とかでいいのね。ん？そのハットあったら1日とかでいいの、ね、違う、これ1年間なの、これは。もうなんだよ、これは向こう1年だね。うん、いや、嫌だよって言うけど、焦ればいいだけだから。まあ、そうだけど、ね、そうだけど、ま、うん、罰ゲームはやっぱちょっと俺も選びたい。これ向こう1年。しかも、カーボーイが被ってるようなハットを、うん、結構、カーボーイハットコレクターぐらい集めなきゃダメ。いろんな、結構高いよ、あれ、本格的に。あれ高いよ。ね。すごいやつだよ、多分ね、うん、ああいうのって、うん。うん。でもダメ、それはダメだと思う。うん。ラジオネーム、はい、エリンギ。もし、目標達成できなかったら、金髪にするのはどうですか？金髪はね、何かとめんどくさいもんね。まあこれはちょっと仕事もね、いろいろね。そう。困りますけどもね。だからダメだよ、多分ね。これは。仕事上ダメだよ。まあそれでもいいけどね。それで。で、どうせみんな止めてくれるだろうしね、最後。止めないよ。止めるよ、絶対。そんな金髪なんておかしいよ、やっぱ。いや、まあ確かに、テレビ、テレビ的に絶対おかしい。出る人だから、プライベートがあって方がいいね。なんかね。そうでしょ？うん。なんか問題、まあ問題ないけどね、別に痩せりゃいいんだから。まあもう痩せりゃね。うん。うん、ラジオネームワシントン。罰ゲームは、小木さん、八木さん、こんばんは。はい、こんばんは。小木さんの罰ゲームは、奥様に生電話して、放送中にダイナマイトエクスタシーをやるってことは、どうでしょうか？気持ち悪い。ああ、いいね。いいね。これいいね。奥さんとダイナマイト。気持ち悪い。奥さんとダイナマイトエクスタシー。ああ、やだやだやだ。なおちゃんが、なおちゃんが言うんだよ。おぎギアス、ギアス、ギアス、ギアス行くギアス行くって。ああ、ダメダメ。それ絶対ダメ。これはきついよ。それはダメ。違う子がいい。違う。それはそれで問題発言だよ。違うことだったらいい。ああ、奥さんとのダイナマイトエクスタシーっていうのもいいね。まあでもそれはやっぱこっちのほら、ね、奥さんがやっぱほら、犠牲払うことになっちゃうからね、それはそれで。やっぱ俺だけの問題なんだから。かっこいい。俺が責任取れないんだけど。だから、そういうことよ。でも嫌なやつってさ、うん、こう映画とかでもさ、そいつ本人をさ、いたぶっても墓場合はさ、そいつの奥さんとか娘とかに行くじゃない。だから家族にね、行く行く。それで行くわけよ。うん。ね、24のジャック・バウアーもそうでしたよ。はいはい。やっぱりね、ジャック・バウアーはね、口割らないから。うん、絶対割らないもんね。こう嫌なことするよ。だから奥さんのために頑張るんだよ、ダイエットを。うん、ね。奥さんに迷惑かけるわけにいかないっつって。そういうことね。うん。うん。そうでしょ。悪い奴が考えそうなことね。そう。これ悪い奴だよ、これ。これ悪いよね。ラジオネームワシントン。そういう、身内の方に、関係ない方に持っていくっていうのは。そう。犯罪者だよ、それ。そんなことない。その発想。そんなことない。怖いよ、怖い。違う、それぐらいだから、うん、きつきゃきつい方がいいのよ。なるほどね。あとラジオネーム、目玉焼きとベーコン。うん、小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。小木さんの罰ゲームは、ディレクターのヒゲちゃんの乳首を本気で舐めるというのはどうですか？どっちなんだろう、これ。いや、それヒゲちゃんも嫌だよね。ヒゲちゃんも嫌だよね。ヒゲちゃんだって嫌だよ。それでもし本当気持ちよいと思っちゃったら嫌だよね、ヒゲちゃんもね。でもなんかこれは、なんか俺ダメだ。これ最悪やりそうだもん。これぐらいのことはや、別に。まあまあまあ、やれるっちゃやれんじゃないの。だって、芸人だったら、そんなの、できるもん、多分。でしょ？まあまあまあ。本当はそんなに、あれでしょ？甘いでしょ、これ。それだと多分痩せないと思う。そのぐらいだったら。ヒゲちゃんの乳首舐めないだけでしょ？全然もう、全然舐めれるよ。でしょ？うん。それはダメですよ。罰ゲームなくても舐めれるよ、俺。全然いけるよ。
そうでしょ、うん、うん、カール、あとね、ラジオネーム元祖マイキー、うん、おぎやはぎさんこんばんは。こんばんは。おぎさんの罰ゲームですが、はい、以前買った絵を奥さんに内緒で売る。そういうのまずいよね。だから奥さんはやっぱ本当にほっといてほしいな。これも精神的にもうやだ、もうすごく嫌なことだよね、内緒で売るとか。怖いよ、やだやだ、もうそんな悲しむ顔見たくない俺は。いや、これ心が痛むね。痛む。だから絶対に痩せてほしい。まあまあ、そういう気持ち、そうだよね。そうだから痩せれるんだもんね。そのぐらいのやっぱ気持ちがあるから。そう。はぁ、あ、なあ、確かに。ラジオネームごっくんおっぱい。小木さんの罰。眉毛をちょっと細めに整えるでどうですか、うん、細めにでいいの？細めってのはどのぐらい？だからちょっとやっぱあれじゃない、ギャル男がみんなやってるような、まあ、ギャル男っていうかハイドだね。あー。ハイド。ハイドって。ハイドの眉毛。ハイドの眉毛、うん、うん、まあ、整ったね。整ったけど、ちょっと細い切れ長の、ハイドの眼鏡。それをまた変わってきちゃうもんね、俺の顔が。そしたら。でも最近、まあ俺ら世代はあんまり眉毛いじんないけど、若い子は当たり前のようにやってることだから、おぎが抵抗あるだけで、本当はそんな変じゃないんだよ。急にでもそういうことしたらなんか嫌じゃない？ 40 近くになって。うん、ラジオ知ってる人だったらいいけどさ、うん、知らない人が何あいつあんな眉毛してる急にとか、うん、色気づいてるに思われちゃうじゃん。まあね、うん、だ、やだよね。だから眉毛は嫌だ。いや、だから嫌なことだからこれもいいんですよ。そうか、嫌なこと書いてくるのかみんな。そりゃそうだよ。今なんで全部嫌なこと書いてるのか。そうか、そういうことか。罰ゲームか。おぎ喜ばすことなんて書いてない。そうだ、なんかもうちょっとなんか、うん、楽っちゅうんじゃないけど、うん、なんかないのかな、もっとこう、あ、それにしようみたいな。いや、それはいっぱい来てるよ。ラジオネーム工場。はい。小木さん、小木さん、こんばんは。こんばんは。小木さんがもしもダイエットに失敗した場合は、うん、蛇の血をいっぱい飲んでほしいです。気持ち悪いな、なんだよ、それ。怖い。怖いよ、なんだ、蛇の血って。蛇の血をいっぱい飲んでほしいって。何飲むとどうなんだよ、それ。わかんない。なんで蛇の血って。飲んでいいの、まず。蛇の血。気持ち悪いな。蛇の血？うん。いっぱい飲んでほしい。それ市販されてるやつ？もちろん。蛇の血って市販されてるの？市販されてるのわかんないけど。されてないだろ。血とか、やだな俺。うん。よくスポンとかもあるよね、血とかね。俺、ダメ、血とか大っ嫌いなの、俺。くわ怖いね。あと、ラジオネーム、ともちゃん。はい。これで、題名、山ちゃんの罰ゲーム。うん。って書いたんですけど、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。以前、伊集院さんのラジオでもやっていたのですが、スカトロ AV を見ながら、ステーキを食べる罰ゲームをおじさんにしてほしいですって。きつい！これはきつい。これ山ちゃん、ザキヤマ？ザキヤマがやったんだ。どういうこと？山ちゃんの罰ゲームってことは。ザキヤマなの？やったのかもね。それ、何？みんなの見てる前でってこと？だから要は、そう、まあ証拠がね、ないとね。みんなも辛いよね、それね。辛い。俺が食べてるとこね、スカトロ見てね。うん。スカトロは気持ちでダメだよ、俺。スカトロはダメ。普通のセックスにしない？普通のセックス。え？普通のセックス。普通の AV。普通の AV を？うん。見んの？見て、俺ステーキ食べんの。できるよ。できるよ。そうだよ。ただの贅沢だよ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。おぎやはぎのメガネビーキー、週刊おぎっぷニュース。皆さんこんばんは、週刊おぎっぷニュースの時間です。はい、ゴシップ大好きおぎさんね、はい、今日もいろいろ熟読しましたが、はい、今週はどんなニュースありましたか。はい、たくさんありました。それではまずこちらのニュースから。明日発売の写真週刊誌によると、清純派女優石原さとみさん23歳が7歳年上のカメラマンと熱愛であると報じられました。お相手の男性は石原さんが出演した映画の写真集を手掛けた30歳のカメラマンで、坊主の長身でかなりのイケメンとのこと。この日石原さんはコンビニで缶チューハイを購入し、彼の自宅マンションに消えていったということです。
また別の日には石原さんがお相手の男性のマンションから仕事に行く様子もキャッチされていますはということです。これはちょっとショックです、ね、これはねちょっと続きますね。ちょっとねこの清純派女優ね、これね石原さとみちゃんはね、はい、これちょっと最近ね、はい、気になってたんですよ。いや俺も好きなんだよな、なんかアンアンかなんかのやつがすごい可愛かったんでしょ、うん、あ、そうなの？グラビア。グラビアの、くびれかなんかのがもう超セクシーで。グラビアなんてやったんだ。いや、それがすごい評判良くて。いろんな人がこう、あれいいよって言ってたよ。あ、そう。俺ちょっと見てないんだけど。それいつぐらいの？結構最近で。最近そんなグラビアやってたんだ。うん。俺も生で生っていうか仕事してから好きになった。うん、あ、こんな可愛かったんだって。ね、美人だよね。そう。あんま変な話、そんなわからないじゃん。その、ブラウン管っていうかテレビだと。ああ、テレビだと。まあまあ、まあ、可愛いは可愛いんだけど、生で見た時のあの、違いっていうか、オーラっていうか。でも確かにいるよ。すごいよ。ね、女優さんっているね。生で見た時にすごい人って。そう。なんか、肌がきめ細かいとかがわかるんだろうね。ね。うん。で、やっぱ、大まかな感じで言うと、こう、女優さんって生の方が綺麗だよね。なんか思うのは。ん？女優さん生の方が綺麗。テレビとか雑誌とかよりも、生で見た時の方が、びっくりするっていうか。グラビア？グラビアは生のが汚いね。ね汚いってことはない、まあ、汚いっていうのかわかんないけど、でも、これほんと正直な話、生でのが可愛いってグラビアいたじゃん、逆に。それほんとじゃ問うけど。生のがすげえじゃんっていうね、まあ。確かにね、グラビアっていうのはグラビア写真だから、これはまあ、綺麗な角度、その子の持ってる一番綺麗な顔の角度とか、照明とか、まあそういうのがあれだからね。だよね。でも女優さんとかも俺写真とかで俺見てきた女優さんもさ、全然違うもんね。やっぱ生の。だ、美人だね。石原さとみはその中でもやっぱそうだね。それがあれですよ。ドンキホーテで買い物してるよ。あららら。撮られちゃったもんね。こんなオーラがあんのに。うん。相手はカメラマンですよ。これ、この人はカメラマンだ。ぽいね。でもなんかいいんじゃないの？カメラマンとかの方が。確かにね。ね。わかるわかる。なんかあるでしょ、うん、絶対にこの人とは撮られてほしくないとか。ちょっと幻滅しちゃうときあるでしょ、ね、ああ、ここと撮られたんだとかね。わかるよ。だから、芸人とか嫌だもんね。そう、それもうね。嫌だ、嫌じゃない。うん。ただカメラマンってほら、なんつうの、カメラマンとよくこう、できる人って多いじゃん。多、う、い、ん、やっぱ自分を綺麗に撮ってくれる。そうそうそう。スタイリストさんも多いよね。自分を綺麗にこう、演出してるっていうか、洋服とか。多い。あとこう、親近感、スキンシップとかもあるんじゃない？ああ。スタイリストと。なるほどね。近いじゃん。近いし。距離が。で、綺麗だ、綺麗だ言われてるでしょ。ああ。そしたらやっぱ、そっか。好きになるよ、そりゃ。これはいいよね。うん。これいい。これはいい。これはいいってどういうことどういうこと、まあまあ、な、爽やかってこと、さ、まあ、どうだろうな。でも、これ取られちゃいけないんだろうけど、本人的には絶対に。うん、取られちゃいけないと思うよ。で、無防備っちゃ無防備だね。本当に取られたくない人は一緒に買い物なんか絶対行かないからね。あー、なるほど。あ、もう、絶対に、それこそ、もう特に昔なんかそうだけど、外で会うなんてことは絶対できないっていう。そうね。ご飯食べに行くとか、今するじゃない。もう、一切お互い外でなんか、会ったことないっていうよね、みんな。じゃあ何、それ、じゃあ取られてもいいと思ってる相手だと、こうやって無防備になるってこと？まあ、一応、週刊誌でみんな乗ってんのはじゃあ。完全なあれだよね。隠しではないよね。だからね。普通はだって本当に行かないのも、うん、芸能人のカップルって。確かに。またドンキっつうのが結構な中だよね、これ。そうだよ。いろんな人に見られるよ。で、こんな美人歩いてたら、うん、どんな変装したってすぐわかるよ。すぐわかる。確かに。でしょ？うん。うん。美人すぎるもんね。うん。うん。そりゃそうですよ。ね。はい。わかりました。それでは続いてのニュースでございます。女優の沢尻エリカさん24歳が、うん、アメリカ CNN のオンラインサービス CNN GO が選ぶ東京ホットリスト今一番旬な20人にトップバッターで選出されました、うん、プロゴルファーの石川遼選手やサッカー日本代表の本田圭佑選手などそうそうたる顔ぶれに並んでの登場です、うん、沢尻さんに付けられたタイトルにはカムバッククイーン過去帰ってきた女王様と付けられ、2010年最も議論を呼んだ女王様だと伝えられています。復帰して以来、話題にかと書かないエリカ様に今後も注目です。よし。話題に、いや、よしって言えてなかったけど、こと書かないでしょ。こと書かないエリカ様ね。話題にかと書かないって言ってたけど、うん。
そうですね、これもね、はい。そうなんだ。はい。トップバッターで言われちゃうんですか、やっぱ一番あれなんだね。エリカさんもやっぱすごいんだね。まあ話題性はすごい人だからね。話題性すごくてもやっぱさ、石川遼とかすごいよね、うん、もっとほら、ゴルフとか。まあ石川遼にホンダですから。でしょ、ああそこに入るんだね。うん。宮里藍とか。うん、まあすごい、ね。今なんてアメリカだったら特にそうじゃない？まあね。ねえ。すごいけどね。まあ入ってんじゃない？ 20 人の中に。まあ、もちろん入ってないけど、一番手としてはやっぱ、サージレリカはね。うん。すごいな、エリカ様は、本当に。そろそろなんかいろいろ聞きたいよね。エリカ様にね。そろそろ出てくんねえかな。エリカ様もなんかこう、前はほら、レッドゼッペリンの話とかもこう、饒舌に話してたけど、一旦これあってから落ち着いたじゃない。うん、ちょっと今、一番興味があることとか聞きたくない聞きたいね。今、エリカ様が一番興味あること聞きたいんだよな、俺。聞きたい。ねえ。多分ミュージシャンも違うんだろうね。もう、レッドセッピンじゃないと思うよ。まあ、あれは、高城さんの影響が強かった可能性があるから。もう多分今違うと思うね。今何なんだろうね。何に興味あるんだろうね。何だろうね。なんかすごい語ってほしい。政治のこととか。政治のことも語ってほしいし、ね、確かにそうだな。エリカさんもなんか、なんかやってくんないかな。なんかロングインタビューとか答えないかな。ね、誰かの。誰かの誰でも別にこうね、なんかのロングインタビューとかの、はいはいはい。そうだね。なんか最近ないもんね、ロングインタビューがね。なんかね。ちょっと聞きたいよね、うん。興味持ってること。うん、言ってくれそうだね、今。面白いこといっぱい言ってくれそうだよ。うん。うん、そう、うん。ありそうですよね。はい。はい。それでは、続いてのニュースです。タレント、谷桃子さん25歳が、このほど、相模ゴム工業のゴムじゃないコンドーム、相模オリジナル 0.02 の宣伝大使を務めました。宣伝のため、都内の新聞社に訪れた谷さんは、愛し合う二人がお互いの問題として真剣に考えてほしいです。と真剣に訴え、やはり男性にリードしてほしいです。そうなった時に男性が用意してくれたら、思いやりのある人だなって思いますから、と話しました。また、コンドームを使うことでマイナスになることは一つもありませんから、と、コンドーム使用を真剣に訴えました。ああ。ということですね。まあね。いやいや、素晴らしいですよ。コンドームは大事、いや、コンドームをすることは大事なことですよ。ねえ、まあまあ大事ですけど、すごいの、大使やったね、これね。ねえ。相模オリジナルの、キャンペーンがある。はいはいはい。うん。すごい。すごいよね。すごいやつやってんな、これ。今度はゴッドタンとかでくれるんじゃない？ああ。コンドームを。だって、多分、大将やってるから、ちょっとこう、なんかサンプル的なやつがいっぱい持ってそうじゃない。たくさんもらってるだろうからね。うん。持っていてくれんのかな、じゃあね。そうじゃない、うん、うん。やってんだな、すげえ。巻いてんね、すごい。これコンドームを、巻いてるの。コンドーム巻いてるわけないだろ。どんな演出なんだよ。巻いてあげないか。そうだろ。そういう衣装だろ、それ。こういうのやりだしたね、とうとう。いや、谷桃子はやっぱりね、なかなかこう、うん、そこが見えないですから。そうですね。やってんのかな、谷桃子って。谷桃子。いやいや、それはそうでしょ。いや、今のところ谷桃子の、なんだろう、その、エッチが、想像できないんだよね。まあね。ただ、スタイルはもう、ものすごいいいからね。いやいやいや、顔も美人だし、スタイルもいいから、普通は、それはもう完全な性の対象になる人間なんですけど、ただやっぱあの谷桃子を見てると、もう無理じゃん。まあね。普通はね。普通は。うん。まあでも、いるでしょ、やっぱそういうの全然平気な人とか。俺多分あんましてないと思うよ。そう？うん。そうなの？してない人こういうのをやる？ゴンドーム大使。なんかだからキャバクラとかでいうところの、すごいこう、エロネタには乗ってくる、一番そのお客さんが下ネタ行った時に一番乗りながらも盛り上げちゃう子が、実は1年やってないんですよとか、3年彼氏いないんですよみたいなパターン多いやん。はいはいはい、あの下ネタ言う子はね。だからそのパターンで意外に、俺、ご無沙汰なんじゃないかと思ってんのよね。あ、そう。実際そういう風になっちゃったらすごい照れそうじゃん。まあ確かにね、照れるんだろうな。だすごい喋りながらやってる可能性もあるけどね。照れてギャグとかなんかいろいろ言って、ムードを本当に壊しに行く感じの、あれが俺見えるよね。あ、そう、うん。俺なんかそういう楽しくセックスやってるイメージがある。なんか。え？
楽しく楽しくなんか、うん、二人でなんか楽しくなんか言い合って、うん、笑いながらセックスしたそんなイメージある？そんな人いるの？まあでもなんかよく聞くよ、なんか楽しくなんかこう、まあその時その時にまあそうやらしいことを言わないで、うん、ちょっとこう笑うってことでもないけどなんかこう話しながら、うん、でもあるらしいよそういうセックスも。なんからしいよみたいになってるけど、うん、まさか。いやいやいや、俺もいや俺もだからほら奥さんとやることだってあるからね、それはね。いや、それはまあ当然のことでしょ、奥さんは。そうですよ。うん、それもたやっぱ楽しく楽しくやってますよ、そりゃ。話しながら。そうですよ。やっぱあれですよ。うん、結婚してないから分かんないと思いますけど、うん、やっぱこう、照れ、すんごい恥ずかしいんですよね、やっぱ。セックスって。へぇ、あんな恥ずかしいことってないぐらい恥ずかしいんですよ、もう。うん、特に奥さんってあるなんて、超恥ずかしいんですよ。なんかこう、いや、いろんなもん見しちゃってるから。見した上での性格とか全部知った上でのなんか、セックス、裸同士、なんでそこで真剣になんなきゃいけないの的な。今まで冗談っていうか、まあね、バカみたいなことやってたことが急に真剣なんなきゃいけないじゃん。だからやっぱこう、ほんと、冗談を言いながらやってるよね、だから。はい。そういう風になるんだ。なんだ。谷桃子はそんな感じだ。谷桃子はそんな感じ。照れ屋だから、多分。うん。うん、そういう、ま、マジになる。急にマジになるの嫌だよ、ね。嫌でしょ、もうこんなの見しちゃった。嫌だっぽいよね。だから多分すごい、もう、笑いながら、やってそう。うんギャグとかもやりながら。嫌じゃない？そんな女の子にギャグとかやる。まあまあ、普通は嫌だけどね。うん。だから多分、それなりまあ、そういうのが多い、好きな男もいいんじゃないの？あ、そう。うん。お互い照れ屋とそれが成立するの結構。うん。男も結構やっぱ照れ屋だと、やっぱ普通にいけないからね。それマジなテンションっていけないからね。でも女の子がそういうに状態って言うと、ちょっとラッキー楽にいけるのよ。うん。なんか、すごいね。谷桃子のことをそこまでやっぱり考えてたんだと思って。まあ谷桃子っていうかやっぱこういう人って結構そういう照れ屋だろうな、うんうんうん。どういう男だと思う相手は谷桃子の。相手、うん、相手はね、なんだろうな、50ぐらいのおっさんだと思うな。おっさんじゃねえか。最悪だな。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。おぎやはぎの罰ゲーム、はい、続々来てます、はい、ラジオネーム、うん、ニートたけし、うん、罰ゲームは外国人観光客が着ているような漢字の T シャツを着るのはどうですか例えば寿司とかですそれは毎回、仕事に来る時ってことなのかな。いやプライベートだよね。プライベート、うん、だからプライベートってだってわからないじゃんもうみんな。わかんないけど。っていうか、その仕事に出入りする、うん、テレビ局に出入りするときの格好ってことか。まあ、だから一応そうだよね。わかんないから、うん、ただ、もし、それ気抜いて普段ね、その、漢字 T シャツを着てないときに、はい、誰かしらにこう見られたりしたら、やっぱり期間は延長になっちゃうよね。ああ、なるほど。そういうことね。うん。うん、うん。だからみんなに会えそうなときだけ着てればいいけど、ただ万が一やっぱ見られたときのために普段から着とかないと、やっぱ危ないよね。うん、その T シャツがどこで売ってるかとか、うん、ほら、それも、ほら、買ってきてくれたりするの、そういうのって。ちょっと自分で探さないとダメ、それは。あ、そう。そのめんどくささも込みだから、これ。じゃあ、ほら、メジャーリーグの帽子を全種類買うとかって、あれ、うん、あれ本当は大倉もし、ま、ダメだったら、うん、全部か自分で買いに行くだったんだっけ。そうだよ、そうだよ。あ、もう大変で、買いに行く。お金もかかるしね。あ、うん、そうか。金かんでも嫌だもんね。あと、浅草とか行けば売ってるよ。ああ、なんとか、中店ね。うん。はいはいはい。うん。なるほど。漢字の T シャツって、ちょっと、嫌だもんな。うん、嫌だけど。でもほら。いるけどね、普通にファッションとして漢字の T シャツ着てる人もいるけど。いるけど。ちょっと嫌だよな。嫌だ嫌だ。
ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいだろ。うん、なんか、そういうセンスの人なんだって思われちゃうもんね、しょっちゅうそれ着てたらね。ね。うん。それ嫌だな、だからやめる。それはダメ。いや、やめるとかじゃないの。お前そんな、あの、権利はないの。ダメダメ。これだってダイエット企画なんですから。うん。ラジオネーム、鹿の襟巻。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。小木さんの罰ゲームですが、メガネを鶴瓶さんみたいな黄色ぶちメガネに変えるのはどうでしょうか。鶴瓶さん、ちょっと黄色だっけ。あ、金翔平、鶴瓶さん、翔平さん、翔平さん。はいはい、別行の黄色ね。うん。はいはい。誰にいじられても罰ゲームと言わずに完全スルーでお願いします。あー、でも黄色でやだな、そんなんだって、翔平さんがいて。だから被ってるよね。被ってて、向こうにも悪いし、なんか。うん。うん、まあ、翔平さんのためにも頑張らないとダメだよね。うん、あ、そういうふうに考えなきゃいけないのか、そうだね。そういうことですよ。そうだよね。うん。うん、やめ、ダメ、それ。断る。うん、断るね。断る。ラジオネーム、うん、ウーペー。はい。小木さん、八木さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。海に行くとき、うん、背中に豚という文字をビニールテープで貼り、日焼けする。あー。でもほら、もう8月下旬だからね、終わんの。これが、判定が出んのがね。あー。でも海とかいう場合じゃないし。いや、別に日焼けさんは言ってもいいし。あー、日サロね。何かっこよく、何急にかっこつけてる。いいじゃん、日焼けサロン。そういうこともあるのか。まあでもこれはね、背中に豚タイツってめったに肌が見えないからね。そうなのよ。大したバスじゃないね。そうそうそう。ええ、まあでもそれだったらいいよ、別に。あるよ。いや、俺は。いや、大変、大したもんだよ、それ。大変だよ。大したもんだよ。大したもんだよ。何急に、急にこのその罰ゲームはきつい方向に持ってくる。いや、すごいと思う。それはきつい。うん、辛いけど。これきついの来たよ。ラジオネーム古いピエロ。ゴキブリ10匹を森山家に放つ。ダメだー、もうダメだ。いやー、俺今聞いただけでももう俺今心臓がもうすごいバクバクするわ。もうダメダメ、あれはダメ。ゴキブリダメ。これ怖いね。怖い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 。10匹なんつったらどうなっちゃうの ?1 ヶ月経ったら。ねえ。いやー。いやー、もう怖い怖い。これにしよう。ねこれにしよう。やべだ。いやー、辛いわ。これ辛いわ、もう。たださっきのヒサロのが辛い、でも俺は。言ったら。いやいや、本当に。嘘つけよ。豚の方が嫌だかもしんない。お、確かに、おぎってゴキブリが何よりかも気合だから。そう、ゴキブリだけが、なんだ、虫は。森山家に放つっていうのは、本当にこう、なんだろうな、うん。罰として、結構長引いちゃうじゃん。それが例えば住み着いたりした時に。だからやばそうだから、ね、そうよ。ゴキブリを毎回持ち歩くわ。カバンに入れて。さ、虫かごに入ってるってことちゃんと。もちろん。そう。なんか、ちっちゃい虫かごにゴキブリ3、4匹入れてんの。何入れてんの？いつもカバンの中に持ち歩いてなきゃいけないの。でもいつもそのゴキブリはカバンの中に入ってるってこと。ああ、気持ち悪い。ダメだ、ゴキブリダメだ。ゴキブリだけはほんとダメだ。これ怖いよね。もうやだやだ。俺だってもう、考えないのもあの、日村さんのやつ、俺。知ってる？リンカーン。リンカーンでゴキが。もう最低じゃん。はぁー、やだやだ。何万匹するの？あれは携帯、携帯電話あんじゃん。うん、携帯電話の裏に、ちっちゃいあの、茶羽いるじゃん。うん、あれ、3匹ぐらいセロテープで貼っとくの。なんだいや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 。携帯やるために、この、死んでるんだけど、わかるよ。キャバレーのゴキブリがセロテープで貼られてるから。ダメダメダメ。それはだって俺、またグロいし、ほら。ん？ほら、かわいそうだもん、なんか。なんかダメダメ。ダメよ。ゴキブリダメよ。ゴキブリダメ？ダメ。それだけダメ。あ、そう。うん。それだけダメ。ゴキブリならダメ、絶対ダメだよ。でもゴキブリが一番嫌がるからな。でも俺も見たくないしな。でしょ？なんか俺への罰ゲームでもあるから、そんな見せられたら。そうよ。なやめたほうがいい。ラジオネーム、コンツコン。小木さん、八木さん、コーム、コーム鈴木店さん、こんばんは。小木さんの罰ゲームは、一年間、自分のことを、オイラという。イエーイ来ましたね、これ。来ました、オイラ。一年はな、な、でもやっぱダメだな、それもダメ。これは今やっぱり、オイラの代名詞言ったら、今日は竹内さんですけども。竹内さんでしょ？最近だね、上地雄介。うん。ね、言ってるもんね。急になんかやっぱ、やだやっぱ俺がオイラとか言い出したらやっぱそうな、辛いよ、それは。あれ真鍋か、俺もオイラ？
矢口矢口まりが俺矢口まりって何オイラっていうの、うわーきついなー、きついきついきつい、いやこれきついじゃん、きつい、やめだめ、それダメ、それダメよ、一年間オイラ、オイラはダメよ、戻れなくなっちゃう多分それもし一年やったら浸透するし、いや戻れなくなることはないよ、いやいやダメ絶対ダメとか、これもなかなかきついね、きつい、一年間自分のことオイラっていうのやだね、うんやだ、いいね、やだのいっぱい来てんね、なんかすごいね、うん、すごい精神的なとこつっついてくんな、ラジオネームダッキー、浜田ブリトニーさんの巨大うんこを間近で嗅ぐというのはどうでしょう、嗅ぐって向こうにも悪いし、いやこれは浜田ブリトニーが嫌だよね、自分のうんこを嗅がすなんて、嗅がれてクセクセ言われたらすげえ嫌でしょあれってクセクセ言うしな、言うし俺絶対に、まあ臭いしね絶対そんなもん、まあね、だから向こうも悪いしけど、まあ、まあやってもいいけどね、だからそれだったら、わこれ大したことない、いやいや、辛いよ、辛いよ。いや、だってこんなの確かに一回で終わんだもん。まあ、一回で終わるっていいよね。しかもそうだよ。うん。一回で終わることダメ。だから浜田ブリトニーに悪いし。俺、辛いからいいけどね、それで。うん。ラジオネームグレーな私。小木さん、八木さん、こんばんは。うん。小木さんの罰ゲームは、向こう一ヶ月。うん。涼子さんのことを、ザワワと呼ばなければならないってのはどうですか？いやいや、面と向かっては言えないね。そうだよね。うん。ザワは無理だね。でもこれもね、ダメで、だってずるいもん。これ罰ゲームで、ザワって、あと、その、言ってるのが、よくわかんないし。まあまあ、わからないか。まあ、まあ、俺は、確認のしようがない。やるけど。確認のしようがないです、これ。ほんと？全然やるよ。辛い、辛いよ。辛くない、これは。うん。うん。そう？うん。これは全然辛くない。うん、ラジオネーム、カニトップ。ヤンキーの子供みたいに、後ろ髪だけ伸ばすのはどうでしょうか。テレビでは正面しか映らなければ問題ないと思います。正面しか映らないってありえないし。亀田大輝。絶対やだ。あれ後ろ髪ね。後ろ髪伸ばすでしょ。で、こう結んだりしてね。うん。あそこでいいじゃん。後ろ髪伸ばす？うん。どのぐらい伸ばすの？結構伸ばして、あの、編んでんの。編むの。編むの？編むの？編んだら無理だろ、そんなの。後ろ髪だけ伸ばして細く編むのよ。細く編むの？そう。あの、だから、あれわかる？全体伸ばすんじゃないのよ。後ろ髪の本当に一部だけを伸ばして。わかるよ。あの、先の方でしょ？もうほんと。細く編んでんの。で、先っぽにミサンガみたいにつけてるの。なんか、ビーズみたいななんかね、カラフルなとか。編んでね。一個編んで、だから細い。あー、ダメだね。え？ダメだね、それは。これいいね。いやいや、全然、ね。これいいね。楽すぎる。テレビだと分かんないもん。いや、分かるよ、テレビなんてもう。いや、後ろはあんま分かんないよ。いや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 。でも別に、なんかそういう人なんだなって思われるだけだから。それがやなんだよ。別にそんなに問題ないね、これ。いや、それダメだよ、それはダメ。何が？いや、それは。いや、これ今俺の中で最有力候補だよ。いやいやいや、それはダメ、本当に。それやめた方がいいよ。後ろ髪伸ばして、編む、うん。編むでしょ？うん。いや、浸透しちゃうもん、そのキャラが、なんかそっちで。いや、浸透はしないでしょ、別に。いやいや、やっぱ、いじられるよ、そういうのも、やっぱ絶対に。いや、多分、それバレたらいじられるよ、何するっつって。うん、そうでしょ、うん、MC とかにどんどんそれはいじられると思う。うん。うん、でしょ、マジでやってんだからね。うん。で、うん、この、罰ゲームってことは言っちゃいけないわけでしょ。言っちゃいけない、うん。だから。自分の本当好みの。おしゃれだと思ってるでしょ、もうその時でしょ。もう笑っちゃうよな、多分。でも、ヤギとかも笑っちゃうと思うよ、そんな俺、マジ、おしゃれだと思って俺が、マジでちょっと、さんまさんとかに言ってるわけでしょ、多分。そうだよ。マジのこのファッションとして。そうそうそう。でしょ？うん。いやー、辛いなー。でもだよ、仮にだよ。うん。ジローラモが突然それやったとするよね。うん。ちょっとおしゃれじゃない？いやー、ジローラモにしてもやっぱ後ろ、それはまずいでしょう。これちょっと今最有力ね。いや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 。いや、これだって嫌なんでしょ？嫌なのはヒサロが一番嫌だよ、それは。え？ヒサロが一番嫌だよ。豚のね、豚の。嫌じゃないもん。いやいや、本当に。これ一番嫌っぽいね。うん、うん。ええ。そんなもんだよ。あとはね、ラジオネーム、ゴールダスト。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。小木さんの罰ゲームですが、みんなの目の前でコーヒー館長をするなんてどうでしょう？ん？ああ。俺、あのね、そういうのって奥さんとかには見られたくないってなんだよね。うん。だから、じゃあ全然大丈夫だね。ああ、違うか、違うか。これ違う。違う。辛いんだ。これ全然、辛いんだよ。人にそんな見られんなんて。いや、これ全然、おぎこんなのもう何にも恥ずかしくない。全然やだ。これはね、だからね、
この、うん、なんだろうな。うん。うん。違うのよ、もう。芸人さんって。こういうのは恥ずかしくないのよ、本当に。そう。こういうのダメ。こういうの全然恥ずかしくないの。もっと、素のセンスだと思われるのが一番痛いのよ。はははだから、その、帽子にしたんだから、お前。うん、あの、セリーグの、セリーグパリーグの、はい。うん。ラジオネーム仕事中、はい。ズボンのポケットの左右どちらかの片側だけ、中の袋の部分を3分の1ほど出して生活する。地味だね。なに3分の1ほど。どういうことよ。ちょっとズボンのポケットサイドじゃ出していくんだ。出してんでしょ、うん、出すだけでしょ、うん、これ出してんの。うん、別に、うん、まあ、辛いか。辛いな、これ。これ全然辛くない、ね。出た、これやばいじゃん。これ辛いよ、これ。これ全然辛くないね。3分の1でしょ、それも。うん。やばいじゃん。これはダメだね。ああ、そう、うん。いやいや、俺、それきついな。どうせだったら、その出してるのを、あれね、プリズンブレイクのティーバッグみたいに、持たせてる。いつも、そう、奥さんに持たせてなきゃいけない。ああ、マネージャー。こいつは俺の射程だぞっていう。あ、うん、あ、はいはい。ラジオネームはみ出しを、うん、こんばんにゃみひろだよ、みひろゲスト希望、うん、罰ゲーム案、1ヶ月間ブラジャーを着用し、それが透けるような T シャツで過ごす。もう、うん、どこにでもね、どこにでも1ヶ月って、やっぱブラジャーか、辛いか、辛いね、ん、辛い、辛くない、あんまり辛くなさそうだね。いや、辛いよ。辛い。これ辛い。辛いよ。うん。男性用ブラって一時ちょっとさ、流行らそうとしてたよね。なんかあったよね。あったよね。うん。俺でもああいう男性用ブラジャーをするなんて考えられない、俺、そういうの。そうだよね。そういう男嫌い。だね。だから無理だよ、これは。これはあんまり無理だよ。これ大丈夫だ、ね、無理無理無理。これはあんま無理。違う、無理だよ。ちょっとダメです。あれ？ラジオネーム、明日はきっとラッキーうんこ。ポルシェ。うん、矢作さん、うん、ギオスさん、工務店さん、こんばんは。こんばんは。小木さんがダイエットに失敗した場合の罰ゲームなんですが、うん、先ほどヒゲちゃんの乳首を舐めるのは簡単と言っていたので、ヒゲちゃんの陰毛を食べるっていうのはいかがですか？陰毛？うん。何本？何本よ、それ。本数の問題じゃないだろ、これ。やだろ、これ。木曜ジャンク、小木矢作のメガネビーキー。さあ、続いては先週告知した新コーナー、荻野美学。このコーナーはリスナーから様々な美学を募集し、その美学がかっこいいかかっこ悪いのか、それを荻にジャッジしてもらうコーナーです。このコーナーのテーマ曲も荻が一番かっこいいと思う曲にしました。大工ですね、はい、早速紹介しましょう。荻さん、はい、判定はお手元のボタンでお願いします、うん、はい、わかりました。ちょっと押してもらっていいですか。まず荻がかっこいいと認めた場合、はいはい、あげ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 、その通りでございます。ムカつくな、これな。何これ、徐々にこう上がっていくみたいな、仮想対象みたいな、仮想対象みたいなやつ。はい、これ合格ですね。これが合格ね。では荻がか、かっこ良くないと認めた場合。そうですね。かっこ良くないと思った場合。はい。じゃあこっちです。あげ、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 あげ。ないなぁ。まだなの？今日ちょっと早めにスタジオ入ってると思ったら、またこんなの作ってたの。ね、こそ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 なんかやってんなと思ったら、こういうの作ってんだ。楽しいんですよ、ラジオやっぱり。なるほどね。さあ今回はじゃあいくつね、はい、合格が
出るんでしょうかね。ね、今日紹介ですからね。まあちょっと甘くいきましょうかね、紹介はね。あ、そうですね。うん。いや、もうさらっといきますよ。はい。ラジオネーム、あなたの肉野菜。うん。はい。割り箸を噛んで割る。両手で開かない。なるほどね。はい、はい、はいはい。口でこう、カンってね。口で挟んで割る。はいはい。はい。なるほど。はい。これね。おじさん、判定は？あげ、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 あげ。あ、ないなぁ。ないの？そうなんですよ。これ別に。あれ一瞬かっこいいんですけどね。本当に。あれね、口にやる。ね、かっこいいよね。男、なんか江戸っ子っぽいよね。そう。ただ俺がやっぱ求めてるのって結構俺、なんだろう、品のあるものとかさ、お坊ちゃん的なものが俺結構好きじゃん。そうだそうだ。そうなるとやっぱちゃんとこう、両手でやった方が品があるように見えて。ワイルドなのってあんま俺かっこよく感じなんだよね。ワイルド風なのって。その、だからリンゴを、そうそうそう。ジーパンで拭いて食べるとか、うん、そういうことは別にかっこいいと思う。そうなんですよ。ああ。ただこうやって袋で持ってるのは好きよ、そういう果物を。そういうね、茶色の袋で、よくね。なるほど。なるほど。で、噛むのは違うんだよね。ああ、うん、なるほど。やっぱ荻野美学はね、はい、いろいろ違いますからね。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、ウール 100%。歩行者用の信号機が赤から青に変わった時にすぐに歩き出さず、少し待ってから歩き出す。うん？待って何？歩行者でこう並んでて、待ってて信号待ちしてて、青に変わるでしょ、うん、青に変わってすぐに行かないで、うん、ちょっと待ってから歩き出すって、多分これ余裕的なことなのかな。せかせかしてない感じなのかな。ああ。なるほどね。さあ、小木さん、判定は？あげ、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 ああ、これはわかる。その通りでございます。その通りでございます。ですよ。これ好き。好きですね。焦ってるのって嫌なんだ、俺。ああ。たまになんかあの、フライングしちゃう人いるでしょ。いる。で、全然まだ青になんなくて、途中止まっちゃって。あれすげえみっともなくない？あれ放送。車でもそうでしょ。パッてアクセル踏んじゃって、全然まだ赤なの。あ、確かにね、小木ってそういう余裕がかっこいい時あるわ。うん。でしょ？ほら、車、小木のね、うん、車の助手席に乗ってるとさ、はい、小木ってこう、うん、ゆっくりじゃない？はい。で、運転して、信号待ちしてるときに、2車線あるときに、うん、左側の車線には、10台、並んでるの、はい。で、右側の車線には2台しか並んでないの、うん。俺だったら右の方にこうやって車線越し行っちゃう、はい、それを小木はちゃんと10台の後ろに並ぶもんね。そっち行くね。行っちゃうね。そうなんです。あんま気にしないんですよ。そうだよね。ね、確かにそういうとこちょっとかっこいいと思うよね。うん、そうです。あ、それの理論だ。そうそうそう。だからこれはやっぱ荻野美学に、これは当てはまる。はい、うん。なるほど。この余裕ね。そうなんですよ。急いでない。急いでるのやっぱかっこ悪いもん。かっこ悪いね。やっぱ走ったやつとかやっぱ嫌だもん。うん、あ、ね、急がないっていうのは荻野美学。そうです。さあ続いて、ラジオネーム、森田森夫。新幹線で寝るときの姿勢。なんですが、うん、はい。足を組み、読みかけの本を開いて、顔の上に載せる。あー。ね、足組んで、顔の上に載せると、はいはい。さあ、それで小木さん、はい、判定は？あげ、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 あげ。あー。ないなー。ない。ないねー。あー、これ違う、美学。やっぱ違う、なんか。まあ、なんだろうな。本を、やっぱ、挟むの、古いもんね。なんか、古い感じしない？なんかもう。ね。ああ。古い。古い。本を顔の上に？うん。うん、だったら今もう、普通にアイマスクのが、いいかな。うん。うん、まあ、荻野美学関係ないけど、女の子があの、キスミって書いてある、アイマスク最近多いの知ってる？あれ可愛く感じるんだよね、キスミ。それかわいい。すごいしたくなっちゃうんだよね。キスミって。もっきりアイマスク書いたの。キスミ。うわぁ、いいなぁと思うんだよね。キスミって書いてあるからしたくなっちゃう。したくなっちゃうんだよ。すごいな。ものすごい目から入った情報を、あれだね。簡単に信じるんだね。でもなんか、だってそれを、だって、絶対意味知ってるわけじゃん、そんな英語をね。うん、よく T シャツでなんか英語で書いたので意味知らないで来てるの多いかもしれないけど、うん、キスミーは完全じゃん。
まあ、可愛いね。絶対可愛い子じゃん。で。いや、それはだってブスな子がそんなのつけるわけないじゃん。あ、そう。自信がないとそんなの絶対ない。あ、そう。そういうのはやっぱ新幹線とか、あの、飛行機で見た場合。アイマスクの方がいい。いい。かっこいい。かっこいい。ビジネスマンっぽい。あの、そうね。いい感じのビジネスマンっぽい。ぽい。うん。おー、なるほど。で、残念。はい。ラジオネーム、ゴリラがストライキ。歩いてドライブスルーに行き、店員に、店内へどうぞと言わせる。うん、うん、店内にどうぞ歩いてドライブスルーに行き、うん、店員に、あ、店内どうぞって言わせる。これは、判定お願いします。あげ、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 ないなぁ。うん。ない。ないね。ないでしょう。歩いてドライブするのがね。恥ずかしいでしょ、なんか。恥ずかしい。なんかもう知らない人すぎない？ちょっとそれは。非常識っていうか。あー。うん、でしょ？ただの変わった人ってことね。そう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 。うん。うん。うん、やっぱなんだろう、そういうふうに思われるのが嫌だもん。やっぱ、これこの人知らないのかな、とか、うん。俺って何でも知ってるようなふりをしたいんだもん。あ、そっかそっか。なんか俺、あれこの人知らないのかなって思われることが一番嫌なんだもん。ね。それが一番嫌なんだもんね。そう。だからちょっと知ったかみたいな感じ。そうだよね。しちゃうわけじゃん。だから、まあそれは俺ら二人ともそうだもんね。うん、全部この、全部知ってるかのような。そうそうそう。口調でやっぱ俺たちって話すもんね。でしょ？うん。どんな高級って言ってもなんか当たり前のように、こう、うん、本当はすごい、ビビってんだけど当たり前にこう、やってた。紳士ぶっていくじゃん。見えっぱりだから、ね。見えっぱりだから。うん。だからそれがもしそういうふうに思われたら嫌だもん。ちなみにドライブスルーでなんかかっこいいことってあるわけ？まあ前はさ、あったじゃないの。うん。あの、ファーストフード行って、セットなのにバラバラに頼んで、セットを勧められて、はいはい、あ、じゃあそれでっていうのがかっこいいっていう。ああ。ね。ドライブスルーってなんかあんの？ドライブスルーはでも、うん、俺が後ろの席にいて、うん、俺のとこで、うん、俺が払う。後ろの席から払う。とかかっこよくない？ちょっと。え、後ろの席？だからさ、あの、だいたい助手席が払うでしょ？あ、運転席か。ね、右ハンドだったら、運転席ね。うん。でも、結局俺が後ろ。台車なのね。あ、じゃないの？俺が後ろ乗ってたら、うん。後ろの、後ろが、うん。後ろがその店員さんにちょうどこう、会うようにして。うん、して。俺がお金払う。後ろの席のやつがお金払う。それ全然わかんない、俺。良さが。全然意味わかんない。あ、俺なんか俺払うからみたいな感じで、ちょっともう俺につけ、俺のとこにしといてみたいな感じしない？その車内の会話が。本当は運転手が払うでしょ？うん。ね、うん、普通は。うん。でも後ろの座席の人って大体、何もしないじゃん、普通は。まあ、そんな、別に誰かこの人が払ったんだぐらいの感じじゃない？まあそうだけど、やっぱそういうのってやっぱ車内の中のあれ、風景が感じられるっていう。うん、あ、この人自分でわざわざ後ろの席に座ってるのにも、かかわらず、うん、あ、いいよ、俺払うからってことを言ってんだなっていう。はあ。店員さんにはね。ああ。そういう想像をかき立てるっていうか。まあ、今、ああっつってるけど、全くわかんない、うん、その美学は。ああ、そう。うん、全くわかんない。まあ、美学ってことでもないけどね。あ、そう。じゃあ、うん、ラスト、はい。ラジオネームトマソ。将棋を指しているとき。はい。途中で何も言わずに席を立つ。うん。相手は、おい、どこ行くんだよと、おぎに文句を言いかけた瞬間、自分が負けていることに気づく。これは、ええ、これはあの、判定お願いします。あげ、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 ああ、これ、おぎ好きそうだね。これはそうですよ。うん。いや、これは本当にあの、僕はあの、明日のジョーで育ってるとこあるんですよね。明日のジョーが大好きで。ああ、明日のジョー好きだね。ね。で、うん、明日のジョーでよくそういう、なんだろう、パンチを、すごいパンチをしてさ。うん。で、まだ相手がさ、全然ダウンしてないのにさ、うん、もう、自分のところにこう振り向いて。あ、振り向いて自分のコーナーポストに戻ってで、レフリーとか、ちょっと何こらこらこらまだ。うん。だって呼んでんだけど、前日も鹿としてそのまま行くと、うん、もうその殴られたやつは、パタンで倒れる、うん。はいはいはい、はい。あれかっこいいやつ。これかっこいいね。かっこいいのよ。これは大好き。大好き大好き。だからさ、今回のうん、あれもそうだよ。ワールドカップのね、うん、遠藤のフリーキックもそうじゃん。
はい、まだ入ってないのにも走り出したでしょ。なあ、は、走り出した。あれがかっこいいの。そうなのよ。入る前に全てやるのがやっぱもうかっこいいんだよね。なるほど、もう分かってると。そうそう。もう打った瞬間もう手応えでもう分かってると。そうそうそう。それがやりたいんだよ。で、ホームラン打った時にも、やっぱ打った瞬間に指を上に刺すのとか好き。大好き。大好きだし。入るか入んないか分かんないくて全速力で走るのは嫌だ。もう嫌だね。あれはもうな、ダサい。あとあの、外野もね、一本動かないのかっこいい。ガヤももう諦めてるもん。自分がもしガヤシだったら。ガヤシだったらもう。一本。一本動かないでもう。パーってもう。全然もう。ああ。一本動かないのかっこいいね。かっこいいんだよ。打った瞬間分かったから。分かった。追うのが無理。そうそう。しかもそれ、一郎とか一本動かないのかっこいいもんね。かっこいいもんね。一郎とかしそうだもんね。しそう。そうそう。そういうこと、そういうこと。それはもうかっこいい、ね。何しろ、ことが起きた瞬間にもう全部分かっちゃいましたっていうのが好きなのね。かっこいいね。ああ。これ、荻野美学の参考になったね。はい、ああ確かに、今日だいぶ知らしちゃったね、俺の美学、ね。今日2個 ?2個。2個。2個ね。合格。はい。2個ですか。うん。はあ、ははあはい、なるほどね、うん。というわけで、荻野ファンファーレ、略して、荻ファーレを聞けるよう、美学をどんどん送ってきてください。宛先は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ木曜ジャンク、荻野のメガネビーキ、荻野美学の係、メールの場合はメガネアットマーク、tbs.co.jp です。それでは一曲、爆笑問題の太田さんが作詞した曲です。スマップで We Are スマップ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、罰ゲームは来てますので、はい、うん、いいの来てますよ、嫌なやつ。あ、本当。うん、これなんかいいんじゃないですか。うん、ラジオネームオナラテスカンク、略してオスカ。小木さんの罰ゲームは、はい、シンプルに、うん、メガネにチェーンをつけて生活するのはどうですか。100均でキットも売ってますよ。チェーンって首の後ろに回すやつ？まあ、チェーンって、そう、いつでもこの首にかけられるやつ。ね、あーは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 ー。あー。うわー。テレビでもってこと？そう。うわぁ、それは辛いね。おばさんとかがよくね。ねえ、あるよね。うん。うん、やってるね。いやー、ダメだね、それは。それダメ。チェーン。チェーンはダメ。ダメ、これダメよ。これ恥ずかしいね。恥ずかしい、これほんと恥ずかしい。でも、チェーンもやりようによってオシャレなんじゃないの？むしろ。なんか一時期ちょっと流行りそうな時あったけど、昔ね。なんか、仕掛けりゃどうにかなるかもしんないよ。いやー、でもちょっとやっぱ、いや、やめだ、やだよ。そう、やだ。うん、やだ。じゃあ、採用ね。これね。いや、やだと採用か。そうだ。まあまあ、まあ全然いいけど。あ、これいいなー。ラジオネーム、ポロになりたい。はい。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。小木さんの罰ゲームですが、半年間、右手の小指の爪を伸ばし続けるいやーきついわ、バレたくねえわ。これはきついねー。バレたくない。アイドルとかにこういうの見られるのやだ。親戚のおじさんに絶対一人いるやつね。あれ、なんなんだろうな、あれ小指だけ伸ばしてるやつっつってね、あれね。あれ、両方伸ばしてるよね。うん、あれ小指、便利なのよ、なんか。いろいろ。シール取るときとか。それでやってんの？あと爪、耳かき。小指って？そうだよ。そのためなんだ。そう、俺すんごいそのイメージあるもん。親戚のおじさんがいつもなんか剥がすときに小指の爪で買って剥がすの。へ、うん、いや、結構いたよね、学生のときもね。いたいた。ね、小指の爪伸ばしてる人ってすごいいた。もう俺嫌いだったもん、はい、俺そういうやつ。あれは恥ずかしいね、これ。恥ずかしい。これいいね。これいい。まあ、まあ、どのぐらいなの結局。期間は1ヶ月ぐらいの、それは。まあ、半年間。どれぐらい伸ばすかってことだよね。まあ、いわゆるよく伸ばしてる人で。あれはね、まあ、2ヶ月ぐらいで、いい長さになるんじゃない？あ、この人小指の爪伸ばしてんなって分かる感じにはなるでしょ。まあ、でもそれでもほら、爪伸ばしてると結構すぐさ、うん、切れちゃうときは切れるっていうか、なんか剥がれちゃうっていうの。うん。だそれだったら、しょうがないってことなんでしょ？もちろん。剥がれたら。いや、ダメよ。それはだから。なんか、なんか気をつけて。気をつける。気をつける。うん。だったら、まあ、まあ、これ両君、まあまあ大丈夫かな。小指の爪伸ばしてよ。うーん。その小指の爪のとこだけ、ちょっとピカピカにしとく。なんかあるじゃん、マニキュアの、透明のマニキュアでしょ、ピカピカのやつ。ああ、絶対ダメ、それはダメだよ、もう。
え、それやったらダメ。これちょっと採用ね。じゃあ。いやー、ちょっと怖い。これいいよ。これは人に見られたくないな。うん、あ、これもいいよ。ウーペラジオネーム。小木さん、八木さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。もしダイエットに成功しなかったら、車に、うん、プーさんのぬいぐるみを50個ぐらい並べる。はあ、車にあるね。あるね。ぬいぐるみ、ね、どういうつもりなんだろう、あの人たち。よく見るのが7人の小人だよね。うん。後部座席に。いるね。並んでんね。うん。あれね、何なんだろうね、あれって。好きなんでしょ。好きだとあのとこ並べちゃうの？だってそれもぬいぐるみと一緒よ。家にやっぱりぬいぐるみがなきゃいけないっていう人いっぱいいるわけだから。うん。その感覚と一緒。人に見せるためじゃん、だったら。だから、小木の趣味と合わないだけ。まあまあ、やだね。50個でしょ？うん。ダメダメ、そんなの。まあ、お金もかかるしね。うん。じゃあ、これも採用ね。今、3つ採用。採用とかなっちゃうの？それでダメだよ。だって、これは俺が選ぶよ。もう3つ採用、今んとこ。なんで3つ、うん、?3 つしかないの？もうたくさんあったんじゃないの？採用するもの。いや、いっぱいあったけど、今の中で俺、こう、いいなと思ったの。うん、ラジオネーム RS7。はい。小木さん、八木さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。小木さんがダイエット失敗した時の罰ゲームなんですが、語尾に、ぴょんをつけて喋るのがいいと思います。うん。ぴょんぴょんぴょんうん。なんとかだぴょんなんとかだぴょんって。そう。昨日ゴルフ行ったぴょんとか。そう。はい。まあでもふざけてるとしか思えないもんね、多分ね。そうだね。まあでも、きついよね。全然面白くないんだから。きついよ。面白くないんだから。うん。そうなんだよね。切られちゃうね、多分みんなに。切られるね、多分。まあそうだよね。なんか変わった人なんだなって、うん、今思わそうとしてる感じ、うん、うん。仕事も減ると思うよ、すごい、これでも。だから、やっぱ絶対、ダメで成功しなきゃまずいよ、ね。絶対ダメだ、それは。それはダメ。それ本当のダメなやつで、それ。それは。ああうん。まあと、ラジオネーム、ゲン。小木さん、八木さん、こんばんは。小木さんの罰ゲームは、1ヶ月。ダンサーみたいに、ズボンの片足だけまくって生活するなんてどうでしょうか。ああ、ファッションみたいにね。まあ、これはそんなに、あれだな。まあ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 、大丈夫じゃないかな。え？だい、うん、きついかな。きつい。きついよ。これは全然きつい。いやいやいや、きついよ、それは。これ別になんか暑いから、1ヶ月間だしね。別に暑いからちょっとまくってたら片方だけ残っちゃったみたいな感じも見えるし。いやそんなに、きついやな俺でやだな。それだけやだな。ラジオネームゴリラがストライキ。小木さん、八木さん、アツシさん、こんばんは。こんばんは。小木さんがダイエット失敗した際には、うん、エリカ様がはみじりしたのと同じ、ホットパンツを履いて生活ってのはどうですか？あ、ホットパンツいいね。いつもね。ビーズの稲葉さんみたいな。気持ち悪いね、ホットパンツはね。ホットパンツ、短いやつ。短いでしょ？うん。どこに？外に？私服、私服。私服で？短パンじゃなくて、ホットパンツを私服としていつも愛用してるの。もう中のポケットがちょっと出ちゃうぐらいでしょ？ぐらいの、ね、短いやつ。短いやつでしょ？そうそう。楽だね、それは。採用ね。なんで採用なんだよ。採用楽だっつってんじゃん、だって。いやいや、これダメよ。イエーイ、はい、いやいやいや、まだまだもうちょっとあるでしょ。いや、今んところこれら辺でちょっと行かしてもらいますよ。はいはい。さあ、それではコーナー行きましょうか。はい。君の名は、さあ、このコーナーは、何々っぽい名前を紹介するコーナーです。はい、そうですね。じゃあ私から行きましょうか。ラジオネーム、浦本田芝志郎。オアシズ大久保さんの小学校時代の通知表、小学校時代の通知表に書いてあるっぽい、先生からの一言、うん。授業中やホームルームではとても物静かですが、休み時間にみんなをいっぱい笑わせていると聞いています。たまには先生も笑わせてほしいな。あ, あるよね。はいはいはい、これ小学校ね、あるよね。はいはい、なんか、3人ぐらい、どっちかって言ったらね、3、4人のね、友達の中のね、面白い人。ああ、そんな感じするわ、大久保さんは。大久保さん。絶対みんなの前で、うん、なんか、学芸大会とかなんかやってとか、そういうので絶対そう、人前ね、じゃないんだよね、クラスのね。3、4人だけの中だけなんだよね。そうそう。そういうタイプ。わかるわ。うん、ラジオネーム、頑張れ、小さい林、うん。前回の参議院議員選挙における谷良子さんの当選を受けて、爆笑問題の太田さんが言うっぽい、そして田中さんが突っ込むっぽい一言。うん、いやー、柔らちゃん当選したねー。これで田村で金、谷でも金、政治家でも金だね。金箔、
金ばっかりですごいね。田中に一つぐらい欲しいですよ。やかましいわ。うまいね。これ絶対言う。うまいよね、うん。これ言いますよ。言いそう、確かに。これも本当に言いそう。ね、言いそうだね、本当ね。うまい。うん。ラジオネーム、ゴールダストさん。2011年にダイエット効果があるとして大ブームを巻き起こすっぽい食材。うん。梅干し。あるなあ、これリアルにありそうだな、梅干しとか、その成分がどうのこうのとかね、梅の酸っぱいのとか、なんかアルカリ性だ酸性だみたいなやつがすごく、何か脂肪を燃焼に助けるみたいな、ありそうだよこれは。あ、梅干しは、まあ、基本体質改善にいいって言われてるしね、うん、梅干しって。そうでしょ、うん、うん、そうだ、ありそう、本当にあるよ梅干しは、うん、太りそうだよ、ラジオネーム瀬戸うち、着、とこ、っていうもの、これ。着層、うん。あ、瀬戸内寂聴に。かけてるのね。俺、そういう、いや、ちょっと今俺恥ずかしいね。瀬戸内寂聴にかけてきてるのを、うん、読んじゃって、着とこって。瀬戸内寂聴をもじってるのに、うん、瀬戸内着とこって読んじゃった。瀬戸内寂聴ね。寂聴、うん。そうそうそう。うん、朝岡、ゆきじが、おもむろに広辞苑を開いたときに、うん、ページの一番最初に載ってたっぽい言葉。うん。うん。とろび。何でもいいけどね。何でもいいよ。何でもいいけど、なんかとろびって載ってたの、ね、うん、うん、いいんじゃない。ラジオネーム、菊池、うん。農業体験をしている中学1年生、杉本くんが、うん、苗植え初体験ゆえに、農家の沼田さんに言われてしまったっぽい一言。うん、おめえ、稲寝かしてどうすんだ。でもまあ、まあ言われるだろうね。そんなこと。うん、まあまあ、そういうことですよね。そんな感じがするよね。うんうん、そうですよ、うん。寝かしてどうすんだ。うん、ラジオネーム、ゴリラの大群。髪の毛の40万分の1の細さを表したっぽい単位の名前。はい。一ミューネル。確かにこの、すごい、なんか、細いさ、もうミクロの、この、あの単位ですね。単位って、ほんと初めて聞くやつ多いよね。多い多い。これすごい、まださ、どれぐらいの細さがあるのか知らないけど、まだ残ってんだろうね、名前ってね。つけていいんだろうね。ああ。だって、昔はそんな細いの見れなかったわけだから。確かに今はね、もうどんどんできちゃうんだからさ、うん、作れんのか。だからまだその言葉がないでしょ。うん、ないね。だからこれ別に1ミューネルでもいいんですよ。うん。きっと。確かに。うん。まだそれできた人の名前かもしれないしね。まあね。見れるようになった。うんうんうん、ラジオネーム、ポットでの将軍。うん。魚くんが被っている、うん、あの、フグの帽子の内側のタグに書いているっぽいメーカー名。うん、株式会社ミューズ。ぽいね。ぽいよね。ぽいね。株式会社って書いてあるのがそうだな。うん、なんかそういうちょっと、ね、うん。そういう業者のなんか帽子、ね、あの、ゲームセンターに置いてある、うん、この、クレーンで撮るやつ、ね。はい、はいはいはい。UFO キャッチャーのぬいぐるみとかを作って、うん、そんな会社の名前だね。そうそう。株式会社ミューズ。ね、うん。ラジオネーム、梶山、うん。世界不思議発見で、モンゴルの民族の取材をしていて、彼らの飼っている羊は、肉は食用、皮は衣類、うん、骨は、装飾品と、何一つ捨てないという話の時にクエスチョン。うん、では、この羊の尻尾、うん、これは彼らの生活に欠かせない、あるものになります、うん。それは一体何でしょうという問題で、得意げに楽器になると熱弁する黒柳徹子を尻目に、野々村誠ただ一人が正解したっぽい本当の答え。正解したやつね。ね、うん、石鹸。ありそう。ありそう。ありそうだな。ありそう。唯一ね、正解したやつね。ありそうだな、これ。あるわ。うん。見たことあるなんかそういうの。これ正解、石鹸ってなった時、これ、野々村誠さん、立ち上がってるね。立ち上がって喜んでるよ、これ。それ。うん。ラジオネーム、ウール 100%。うん。
ティッシュで鼻を噛んだ後、ついつい噛んだティッシュの中身を確認してしまう現象に付けられているっぽい名前。おレナードの奇想本能。え？奇想本能。これで、カエル巣の本能って書くね、漢字でね。奇想本能。奇想本能。レナード。レナードってのがね。レナードの奇想本能。うん、ちょっとかっこいいけど。かっこいいね。うん。ありそうだね。ありそうです。それ本当に名前あんのかな？これはまたね、ないんじゃないの。だこれ、これも、だから普通に言ったらみんな信じそうだよね。そっか、だからやっぱ君の名を、うん、ね、君の名はいろいろいろんなジャンルがあるけど、うん、もし本にできるとしたら、やっぱ今まで名前がついてないものを全部つけてったらいいんだね。うん、そうだね。こう、うん、確かにそうだね。ね、本当にこのよくやることなんだけど、まだ名前はついてないんだけどっていうのをつけていくと、うん、本当に誰しもが使う言葉が一個や二個はできるかもしれない。なんかそこから本当派生してできそうだもんね。ね、名前がね。うんうん、ラジオネーム徳川正夫、はい、前回久々の女子会で朝まで語り明かした高校時代の親友、はい、マリ、ケイコ、マチャコ、ユッキーの4人、うん、この夏は暑いしめっちゃ楽しんじゃおう的な話になり、うん、4人で海へ行った、うん、その様子を撮影したマリのデジカメに写ってたっぽい写真、うんうん、海へ向かう車の中ででかい麦わら帽子にでかいサングラスをかけ、うん、モデルのように口を尖らせているケイコ、うん、ね、口を開けて寝ちゃってるユッキー。うん、はいはいはい。その寝ているユッキーの横で同じように口を開けてるマチャ。うん、海を見て喜ぶケイコ、マチャコ、ユッキー、うん。右手を上げて左手で脇の下を隠すケイコ。うんうん、スイカのビーチボールをかじる真似をしているケイコと、うん、その横で変顔をするユッキー。うん、そんな二人を指さすマリ。缶チューハイを両手で持ち、うん、缶の口に届くか届かないかのところでアヒル口をするマチャコ、ケイコのおっぱいを後ろからわしづかみにするユッキー、うん、海の中から尻だけ出すユッキー、うん、海の中から目だけ出すユッキー、うん、そんなに足の上がっていない Y 字バランスをするユッキー、うん、夕日を眺めるみんな、うわー見たことある最後の夕日を眺めるみんな。これね。あれは最後。浮かぶね、これ。浮かぶわ。多いね。実際これは、本当にそういうギャル4人組みたいなののデジカメを見たいね。はいはい、見たいよ。何個かあるよ、これ絶対。ね、これはリアルだよ。みんななんかやるんだよね、うん。女の子ってなんか写真普通に撮らないよね。変顔。変顔がすごいもんね、最近ね。多いね。そうなのね。アヒル口と変顔は。見たいね。めちゃくちゃ多いな。そういうギャルのデジカメのメモリーって。確かに見たことないわ、ギャルのデジカメって。うん、ねえ。見てみたいわ。見てみたいよね。うん、そんなばっかやでも。だろうね。うん、さあ、何々っぽい名前思いついたら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやぎのメガネビーキ、君の名はの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、今週もね、はい、まあ、この時間になるとね、やっぱりこのコーナーがあるんですよね、まあ、やっぱりまだまだ我々に対するご意見届いてますのでちょっと聞いてみましょう。はい、こんばんは、 TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評、この時間は聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。梅雨が明けましたね。うん、
では最初のお便りです。東京都北区匿名希望23歳の大学院生からいただきました。ありがとうございます。金曜時代から聞いているヘビーリスナーです。毎週録音して気に入った回は次の木曜日が来るまで何度も聞き返しています。先週の放送でどうしてもわからないことがあってメールしました。恵比寿マスカッツのライブの話をしていた時、矢作さんがそういうヒージっておっしゃっているのですが一体何なのですか、前後の文脈を考えてもそういうヒージの意味が全くわかりません。やっぱリオがすごいね、ダントツだよねあれはね。ああ、だからそういうヒージだからおぎはそういうあれわかんない。何度もテープを聞き返しましたがわからず、もうずっと気になっています。気になるね矢作さん、そういうヒージって何ですか。わかんない俺も、これわかんない俺も、何だろう。続いてご紹介します。何のこと言ったんだ俺。東京都江戸川区小宮さん53歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。私は普段からラジオと一緒の生活をしているため耳は肥えているつもりです。ところが先週ラジオをつけるなり小木さんとおっしゃる方がそれという指示代名詞を多用してお話になっていたので、一体何が言いたいのかが全くわかりませんでした。それフォトリーディングだ。あ、じゃあそれと一緒だ。それの、それだよ。それの本、ね、それを今。ベテランのパーソナリティは、あれ、それなどに頼らずお話になります。一度、大沢優里の悠々ワイドなどを聞いてお勉強なさるのも手かもしれません。あ、確かに絶対言わない、ね。続いてご紹介します。東京都調布市、寺田のり子さん、48歳の女性からいただきました。ありがとうございます。以前この批評のコーナーで、放送中に小木さんと矢作さんがキスしているのではという指摘がありましたが、お二人は否定されていました。まあ私もそれはないだろうと思いながら聞いていましたが、ないですよ。先週の放送を聞いて、私は確信しました。小木さん、矢作さん、お二人は、やはりそういったご関係なのですね。ラジオだからと見えないのをいいことに、キス以上のハレンチな行為をするのは、リスナーとしては許しがたい行為です。午前2時前後だったと思います。小木さん、矢作さんのどの部分かは存じ上げませんが、愛撫していましたよね。そして矢作さんは、たまらず、もだえるような声を出してしまった。それ以外考えられません。今パッとね、じゃあそのフォトリーディングについてね、一個不思議なのはさ、小木矢作さん、感じてんね、やばい、チチクリ合うのは生放送以外の時間でできませんか。心よりお願い申し上げます。こそ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 やって俺、週刊小木矢作批評、今週はここまでです。あ、ちょっと今回はね、まあ小木のそれっていうのは、はい、まあまあそうなんですよ、あの出てこない時なんですよね。確かにこれは、ね、まあパーソナリティとして失格ですよね。失格ですけどね。ね、こうあれとかそれっていうのがなったらもうね、うもうダメ。いや僕もやめようとは思っては、それは本当に良くないと思って。うん、まあ今もそれって言ってる。そうなんですよね。まあそれは今のそれはいいんだよね。そう。それは良くないっていうね。だからやっぱ気をつけます、これは本当。だね。自分の中でも本当こういうのやめようってちゃんと決めてたんですけど、うん、やっぱこの時は本当たまたま出なくてね、これはしょうがないね。はい。俺に関しては、まずヒージ、それ俺さ、全く意味わかんないよ。俺は今、俺も何を言おうとして、だいたいわかった今までは。それは、これを言おうとしてんだけど、噛んだとか、そうそうそう、滑舌のせいで変なのになったとかだけど、うん、俺ヒージは俺何を言おうとしたかわからない。なんだ今日。なんだ、ね、俺の前の言葉が何だったんだっけ。いやー、リオ。あ、リオが。あ、そうかそうか。確かにリオはすごいよ、ヒージっつってんだ俺。ヒージだよね。ヒージ。ヒージ。これはついにだから、思っていないことも出るようになっちゃってんだよ。意識してもなくて分かってないんだから。ねえ、ねえ、これやばいね。うん。
あと、うーんとこれ感じてたね。それは完全。でもね、これね、信じてほしいんだけど、何もやらしいことしてないよ。してないんですよ。うん。そう、やるわけないんだから。まあ、だから確かに、ちょっとこれ、うん、もう一回聞いてみよう。うん、ね。今、パッとね、じゃあそのフォトリーディングについてね、一個不思議なのはさ、確かに、まあまあおかしいんだよね。すごいね。急に黙って何かされて、つってんだよね。そう。なんか、あったこんなこと。いや、ないよ、ない。ないよな。ないよ。だから今の音だけ聞いてると、本当俺がテーブルの下に潜っていって、やるのって。うん。なんかね。なんかやってそうだよね。感じだよね。これはだけど、まあ誤解はされちゃったわけだから、こういうラジオだしね、はい。誤解を招くようなことをしたのはやっぱ謝らないで。これは本当申し訳ないことです。ね、うん、ちょっとわけわかんない肘とかも気をつけるし、うん、まあそれもなくす、はい。こういう誤解を生むような、ね、まあ、喘ぎ声とかね。喘ぎ声とかも、なるべく。まあなるべくって。なるべくっておかしいけどね。まあ実際してないんですけど、そういうことは。でも誤解を招いたってことには間違いないので、はい、謝りたいと思います。どうも、すいませんでした。すいませんでした。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキTBS ラジオジャンク。この番組はビッグコミックスピリッツの提供でお送りしました。 TBS ラジオ。さあ、続々、小木の罰ゲームは届いてますので、はい、ちょっとね、読めなかったやつ、紹介しますよ、うん。ラジオネーム、膝枕バク。はい。小木やはぎのお二人、こんばんは。こんばんは。小木さんの罰ゲームですが、はい、小木さんと森山良子さんの二人きりで、熟女者の AV を鑑賞するのはどうでしょうか。ああ、きつい。きついね。ダメね、きつい。これ昔ね、東京03がね、うんまだね、うん、あ、はいはいはい、何年前かな、5年前ぐらいかな、結成したすぐの時に、うん、なんかのテレビでね、本当にローカルのテレビ、うん、そうね、あったね、だよね、あったな、うん、かくちゃんがお父さんと AV 見るって、ああそうだ、それやったな、やった、そんな企画、もう何やってんだよ、きついよね、うん、あれきついよ、きついよ、絶対だ、絶対だ、やだよね、いやだやだやだ。これきついね。きつい。で、これ候補ね、これ。それ候補。きついって言うと候補なんだよな。ラジオネーム、うんこもりもり。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。罰ゲーム案ですが、リスナーからダッサい T シャツのデザインを募集して、それを作って着るっていうのはどうでしょうか。小木さんが痩せれたら、矢作さん来てください。そうおかしいじゃん、これ。俺に、とばっちね。まあまあ、とばっちってのは別に全然引き受けてもいいよ、それは。辛いけど。やるじゃん。決めちゃう、それ。もう。違う、嫌だよ、うん。俺がだって、なんかやる意味がない。確かにでも楽しすぎだもんね、そっちね。そっちもなんか欲しいね、そういえばね。だから。俺がじゃあクリアしたらなんかしよう。そっちは、そっちの罰ゲームみたいな。違う、クリアなんか別に俺が罰を与えてるわけじゃなくて、うん、おぎのためを思ってやってるわけだから。でもなんか罰ゲームって名前になってるんだって、でも。え？罰ゲームみたいじゃん、でも。それだって、クリアをできなかったから、それをしたからといって、俺に何かが降りかかるっていうのはもう、おかしい話よ。まあじゃあ、矢作には矢作のなんかこう、枷っていうか、なんかその欲しいね。うん？なんかまたね、矢作には矢作のなんか目標みたいな。だけどダイエット別にし。ダイエットじゃなくて。する必要ないし。ダイエットに。何にすんのなんか太るでもいいよ、太るで。俺の痩せた分太る。じゃあ俺太りたいっていうか、これ、小木の願望を叶えてるだけだからね。うん。小木が痩せたいのに困ってるから、うん、そういうのはそういう嫌なことやった方が痩せれるよっていう。はいはい、じゃあ、願望。願望聞いてあげるじゃん、矢作の願望を。俺がどうなりたいか、うん、なんそういうのも、うん、だって俺別に痩せたいとかないし、なんもないの、ないよ、ほんと、うん、じゃあいいよ、 俺だけがやるよ、じゃあそうでしょ、まあ頑張った時は絶対俺矢作にも、もちろん俺がやった場合は、うん、いずれはやってもらわないとね、そこは、まあもし俺太ったりして、ほら小木の場合はもういろいろスタイリストさんとかから、うん、ちょっと小木さんもっと痩せてくださいよとか、まあまあまあ苦情は聞きましたね、そう、うん、あんのよ、害が、はいはい。苦情が来てんの。来てました、確かに。だから、うん、やってるだけで。はい、俺別に今んとこ、ないもんね。うん、まあね、一応ね。
こう絶対こうした方がいいとかないでしょ。まあ一応今ないけど、もしなった、あった場合はそれやります。まああった場合やるよ、それ。うん。うん、はい。あと、おならてスカンク略してオスカー。小木さんの罰ゲーム。片瀬奈々さんに直接、小木さんがラジオで片瀬さんの悪口を言っていたのを知ってるか聞くはどうですか。聞けないし、それ、あ、あんま、な、合わないもんね。いや、それはもう一応ラジオですから、どうにかこれは、うん、まあ来てもらうのはね、あんな、まあ、方ですから。はい。来てはくれないと思うんですけど、電話ぐらいだったらもしかしたらね、どうにか繋がられる可能性はあるよ。うん。悪口言ってたっていうの俺。ん？悪口言ってたっていうの俺は。その、片瀬さんの。悪口は言ってない。悪口じゃないでしょ？うん。うん。だからそれもや、ダメよ。ダメ。結局、今回は、たくさん辛いのあったでしょ？うん。結局、一番辛いのヒサロだな、俺は。結局は。じゃあ、豚って書いた、書いて、ヒサロ。いや、一応暫定で、うん、後ろ髪伸ばすやつね。なんで聞いてくんないの、俺の意見を。暫定で。なんで後ろ髪伸ばすの？これはまだ1ヶ月あるから、今んとこ暫定的に後ろ髪伸ばすか、小指の爪、伸ばす。1年間。1年 ?1 年。1年はやばいって長いよ。1年は長い。いや、これぐらい、それぐらい、絶対やりたくないでしょ、それ、両方とも。絶対やりたくない。これ絶対嫌でしょ。絶対嫌。これがいいのよ、だから。いやー、でも、辛いと思うよ。暫定はそれなんだよ、キロ痩せないよ。ダイエット頑張ってくださいね。はい。一応、まあ、まだ決まってないからね。決まってないからね。一応、こんな感じで、うん、さあ、今日から、小木さんが、ダイエット頑張りまーす。それでは、また来週、さよなら。954、TBS ラジオ。